こんにちは。今日の講義は書籍、恋愛で暴走しないための技術です。この本は、恋愛における感情のコントロールについて深く掘り下げています。著者は AV 監督の二村仁さんで、彼は現代の恋愛の複雑さや男女の心理に精通しています。この書籍では、恋愛における好きという感情が時に暴走し、思わぬ結果を招くことがあるというテーマを扱っています。多くの人が経験する恋は盲目という状態を踏まえ、どうすればその感情をうまく扱えるのか、また恋愛の中での自分自身を見失わないためにはどうすればよいのかを考察しています。本書は大きく3つのパートに分かれています。まず第1のパートでは、アルテイシアさんと二村仁さんが奥手女子のための恋愛指南をテーマに話し合います。ここでは奥手女子がどのようにしてひもて男子を育てることができるのか、また恋愛至上主義の両親からどのように学び、反面教師にするべきかが語られます。さらに、ひもての奥手独身男子がブルーオーシャンとしての可能性を秘めていることや、若い男性に対する期待についても触れています。このパートでは、男女それぞれが持つ受け力と攻め力を鍛える重要性が強調され、より健全な恋愛関係を築くための具体的なアドバイスが提供されています。次に、第2のパートでは、仲間田昭代さんと二村仁さんが、今こそ恋愛には橋本治的陶酔能力が必要だというテーマで議論を展開します。このセクションでは、恋愛において必要な陶酔能力について深く掘り下げ、恋愛が単なる戦いではなく、その戦いこそが恋愛の本質であるという視点が示されています。恋愛の暴走を防ぐためには、どのように心のバランスを取ることができるのか、また恋愛における自己理解の重要性についても考察されています。最後の第3のパートでは、二村仁さんが中野信子さんに、恋をするとき脳では何が起きるのかという問いを投げかけます。このセクションでは、恋愛がもたらす快楽と苦しみのメカニズムについて探求し、脳の働きが恋愛にどのように影響を与えるのかが説明されています。特に快楽と幸せが異なるものであることや、恋愛における自己肯定感の重要性、さらには現代の恋愛における男性と女性の心理的な違いについても触れられています。全体を通して、本書は恋愛における感情のコントロールや健全な関係を築くための具体的な技術を学ぶための貴重なガイドとなっています。恋愛の苦しさや悩みを抱える人々にとって、実践的なアドバイスが詰まった一冊と言えるでしょう。著者の二村仁さんは、恋愛に関する多くの知見を持つ専門家であり、彼の視点から見ると、恋愛は単なる感情のやり取りではなく、様々な要素が絡み合った複雑なプロセスであることがわかります。この書籍の中では、特に陶酔能力という概念が重要なテーマとして取り上げられています。陶酔能力とは、恋愛において自分自身を見失わず相手との関係を楽しむための力です。この能力が高い人は、恋愛の中での感情の波に飲まれることなく、冷静に状況を判断し、健全な関係を築くことができるとされています。逆に、この能力が低いと、恋愛において不安や嫉妬、依存などのネガティブな感情に悩まされることが多くなります。また、本書では、ひもて男子や奥手女子といったキャラクターを通じて、恋愛における役割の変化や恋愛のダイナミクスについても考察されています。特に奥手女子がひもて男子を育てるという視点は、従来の恋愛観とは異なる新たな視点を提供しており、恋愛におけるパートナーシップの重要性を再認識させてくれます。さらに、恋愛における脳の働きについても詳しく説明されています。恋愛は脳内で様々な化学物質が分泌されることで成り立っており、これが快楽や幸福感をもたらす一方で、時には苦しみや葛藤を引き起こすこともあります。このような脳のメカニズムを理解することで、恋愛における自己理解を深め、より良い関係を築く手助けになります。本書の中では、恋愛における戦いという表現が使われていますが、これは単に相手との争いではなく、自分自身との戦いでもあるということが強調されています。恋愛においては、自己肯定感や自信を持つことが非常に重要であり、これがなければ相手との関係も不安定になりがちです。したがって、
自己理解や自己成長が恋愛においても大きな役割を果たすことが示されています。このように恋愛で暴走しないための技術は、恋愛における様々な側面を多角的に分析し、実践的なアドバイスを提供する内容となっています。恋愛に悩む人々にとって、この本は感情のコントロールや健全な関係を築くための貴重な指針となることでしょう。恋愛のメカニズムや心理を理解することで、より豊かな人間関係を築く手助けになることを期待しています。この書籍は、恋愛の中で起こる様々な感情や行動を分析し、どうすればより良い関係を築けるのかを考える手助けをしてくれます。特に恋愛における感情のコントロールについての具体的なアドバイスが豊富に含まれているため、読者は自分自身の感情をよりよく理解し、相手との関係を見つめ直すきっかけを得ることができるでしょう。また恋愛における陶酔能力という概念に触れることで、恋愛を楽しむための心構えを学ぶことができます。この能力が高まることで、恋愛に対する過度な期待や不安から解放され、よりリラックスした状態で相手と接することができるようになります。これにより恋愛が持つ本来の楽しさや喜びを再発見することができるでしょう。さらに書籍では、奥手女子やひも手男子といったキャラクターを通じて、恋愛における新たな視点を提供しています。これにより従来の恋愛観に縛られず、自分自身の恋愛スタイルを見つける手助けとなるでしょう。特に恋愛に対して消極的だった人が自信を持って行動できるようになる可能性があります。恋愛における脳の働きについての理解も深まります。恋愛がどのように脳に影響を与えるのかを知ることで、自分の感情や行動を客観的に見つめることができるようになります。これにより恋愛における苦しみや葛藤を軽減し、より健全な関係を築くための基盤を作ることができるでしょう。また書籍を通じて自己理解を深めることで、恋愛だけでなく他の人間関係にも良い影響を与えることが期待できます。恋愛における自己肯定感や自信が高まることで、友人や家族との関係もより良好になる可能性があります。相手を理解し受け入れる力が育つことで、コミュニケーションが円滑になり、より深い信頼関係を築くことができるでしょう。このように恋愛で暴走しないための技術は、恋愛に対する考え方やアプローチを変えるきっかけを提供してくれる一冊です。読者はこの書籍を通じて、恋愛の楽しさや大切さを再認識し、より豊かな人間関係を築くためのヒントを得ることができるでしょう。恋愛における感情のコントロールや自己理解を深めることで、より充実した人生を送る手助けとなることを願っています。恋愛は私たちの人生において非常に重要であり、時には複雑な感情を伴うものです。恋愛で暴走しないための技術が扱っている内容は、まさにこの複雑さを理解し、どうすればより良い関係を築けるかを考える上での手助けとなります。恋愛は単なる感情のやり取りだけではなく、私たちの心理や社会的な背景、さらには文化的な要因も影響を与えます。このような多面的な視点を持つことが、恋愛をより深く理解するための鍵となります。まず恋愛における感情のコントロールについて考えてみましょう。恋愛はしばしば強い感情を引き起こしますが、その感情が暴走すると相手との関係が悪化することがあります。例えば過度な嫉妬や不安、依存心は恋愛関係において非常に厄介な要素です。これらの感情をうまくコントロールするためには、まず自分自身を理解することが大切です。自分が何に対して敏感で、どのような状況で不安を感じるのかを知ることで、感情の波に飲まれずに冷静に対処することが可能になります。次に恋愛におけるコミュニケーションの重要性についても触れたいと思います。恋愛関係は相手とのコミュニケーションによって成り立っています。お互いの気持ちや考えをしっかりと伝え合うことで、誤解やすれ違いを避けることができます。特に感情を表現することは非常に重要です。自分の気持ちを素直に伝えることで、相手も安心し、より深い信頼関係を築くことができるでしょう。また相手の気持ちを理解しようとする姿勢も大切です。相手の立場に立って考えることで、より良い関係を築くための基盤ができるのです。さらに恋愛における自己肯定感の重要性も忘れてはなりません。自己肯定感が高い人は
自分に自信を持ち、相手との関係においても健全な距離感を保つことができます。逆に自己肯定感が低いと相手に依存したり、過剰に相手を求めたりする傾向があります。これが恋愛の中での不安やストレスを生む原因となることが多いのです。自己肯定感を高めるためには、自分の強みや長所を見つけ、日々の生活の中でそれを意識することが大切です。また、失敗や挫折を経験しても、それを自分の成長の一部として受け入れることが、自己肯定感を育む助けになります。恋愛は、時に楽しさや喜びをもたらす一方で、苦しみや葛藤も伴います。このような感情の波を乗り越えるためには、自己理解を深め、相手との関係を大切にする姿勢が必要です。恋愛においては、相手を思いやる気持ちや共感する力が非常に重要です。相手の気持ちを理解し、受け入れることで、より深い絆を築くことができるでしょう。恋愛は一人で成り立つものではなく、相手との相互作用によって成り立っています。自分自身を大切にしながら、相手との関係を築くことが、より良い恋愛を実現するための鍵です。恋愛の中での学びや成長が、私たちの人生全体に良い影響を与えることを忘れずにいたいものです。このように、恋愛は私たちに多くのことを教えてくれる貴重な経験であり、自己成長の一環として捉えることができるのです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、心と体の健康は互いに密接に関わっており、どちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け、逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ、読書や勉強で知識を深めるだけでなく、日々の生活の中で体を動かし、栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで、健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それが、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されています。個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれ、過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく、食生活やメンタルのマネジメントも行うため、総合的な健康管理が可能です。ライザップでは、30日間無条件全額返金保証を提供しているので、初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分、週に2回の無理のないペースで行われるため、忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに、無料カウンセリングも実施しており、トレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れられ、リバウンドしにくい体づくりが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため、安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。